まあ好きじゃないのですごい嫌だったんですけど、皆さんこう解いててもみんな頑張ってたので、みんな見てませんよ、見てませんよ、見てませんけどね。こんばんは。前髪が今日はちょっと、あの例にあったナナと彼氏ちゃんって呼んでもいい？いい、全然 OK です。いつもママで楽しみにしてます。撮ってくれてんですか、ありがとうございます。こんばんは。ちょっとねさっきまでレッスンをやっていてちょっとバタバタしてたんですけど、なんとか30分に間に合ってよかったです。本当にツイッターにからしちゃんのこと載せたよ。え、本当ですか、見て後で見ときます。はい、お楽しみにね、見とき、ちょっと撮っときます。こんばんは、こんばんは。ちょっと汗をちょっと今日はかきまくって、ちょっと メイクとかもほとんどねもう大変に大変なことになってるんですけど、そこはお見逃しで、もう引き替えもハハハハッとか言って着替えて、本当にバタバタして間に合ってよかったです。からしいって言われてる。まだ辛いものは継続で大好きです。こんばんは、はじめまして。阪神ファンで人気推しで吉見推しの滋賀県大津市の案件です。よろしくお願いします。吉見推しですね、吉見。さっきちょっと喋ってました、吉見と。いいでしょ、マウント女なんで私は。初めて配信来れた、ありがとうございます。こんにちは。ぜひねフォローしたら通知がパッてくるのでフォローお願いします。よしみと仲良しくしてくれてありがとう。同じね中学3年生のね同い年なのでめっちゃ仲良くしてます。こんばんは、こんばんは。こんばんは。中3組入試とかで忙しそうだけど頑張って偉い。いやまあそうなんですよ、まあテストとかねいろいろあったんですけど、やっぱりねそれを乗り越えてこそのいい楽しみなことが待ってるので頑張っちゃいました。久しぶりの配信で、そうなんです、入試でちょっとできなくてやっと昨日ね終わったということで、今日はね張り切ってやっちゃおうかなと思ってやりました。こんばんわんこそば、わんえこんばんわんこそえどういうこと、ちょっと待って待って、ああいやちょっと待って不安定すぎる。こんばんわんこそばんそうこ、あなるほど、 NB に入ってくれてほんまにありがとう。こちらこそそういうことを言っていただきでありがとうございます。めっちゃグラグラしてますよね、ごめんなさい、すっごい不安定なんですよこの土台が。初めまして、密着番組で左利きだとしたのでフォローしてます、ありがとうございます。そうなんですよ、私左利きなんですよ、あきら先生と一緒です。あきら先生も左利きで、そうなんですよ、一緒なんですよ。からしなちゃん、からしなちゃん、いやー、うわー、9期左利き多くないですか、え、何人だ、2人か、あ、私合わせて3人、なんか左利きってすごい天才肌って言われてるらしいんですよ。天才なんですかね、私は。
これね、こうやって動くんですよ、ほら。わーい、わーい、イエイ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 。入試の手応えはどうでしたか？国語はすっごい自信あるんですけど、数学がちょっとやばいかなみたいな。春っぽいシャツ、そうなんですよ、これ。これ実はワンピースになってて、巻き込まれた服がこんな感じのね。立った方が分かるかな。こんな感じの。ワンピースです。可愛くないこれ。可愛いよね。こういう服装が好きなんですよね、私。はいじゃ。可愛いですよね、これ。ちょっとお気に入りなんですよね。可愛いでしょ。このリボンがね、より可愛くて。可愛いだって。ありがとうね。レイにやって口だけで表情伝わるねって。え、嬉しい。私も本当に顔のね、喜怒哀楽が激しくて。合宿のオープニングで一人だけに、あ、なんかちょっとまた、ちょっとぐるぐるする。合宿のオープニングで一人だけ逃げた台本、アドリブ。いや、あれ実はアドリブで、ちょっとね、こう。なんかみんないると思って、私一番前で、しかもドセンターだったんですよ、一番前の。で、なんかみんな見えなくて視界が、もうなんか、こう、ゆうみさんが近づいてきて、やっと思って。でも、ダメって思ったら、なんか、みんな後ろ行ってて、いや、やっぱひどいですね、ケーキは。かわいいでしょ、この服。本当にかわいい。ほら、見て。いやー。うわー。うわー。いやー。あ、目は回った。はい、何してんの。こういうくるくる回る椅子あったらすぐ回っちゃうんですよ、私。全身みたいになってごめんなさい、グラグラしてますので、ちょっとあふわっていたので。初見です。船橋レナと読むんですか。いや、船橋レイナです。全身みたいですか。全身をお見せいたしましょう。じゃじゃーん。かわいくない。本当にかわいい。何倍全てがさらちになっても、ちょっと客と合ってませんね、服が。配信中にこんなことするメンバーいない。私本当配信が好きなので、本当に一人称うちなので。いや、私めちゃめちゃ変わるんですよ。私っていうのもあるし、その自分レイナって名前なんですよね。レイナって名前なので、自分のことをデイと呼んでしまう。まあ、第一人称は私、デイ、僕、うちっていうのを使い分けてて、はい、ちょっとね、いっぱいあるんですよね。配信の順位で3位しから読まないの、13位から読まない。いや、なんか私オーディションの時13位から読んでたんですけど、なんかこうリレー配信あったじゃないですか。そのリレー配信でみんな3位から読んでたので、合わせた方がいいのかなと思って合わせてみたんですけど、やっぱ13位から読んだ方がいいですよね。小6組との最新エピソードな、いや今実はちょっとすごい近くで、あやみさんがねショールームをしていまして、さっきちょっとね、え、小6との新配信エピソードか、なんだろう、え、ないんですかね。最近はめっちゃ喋るんですけど、そうですね、アミタンがね、今日はちょっとね、最近アミタンがその事務所のその
自動販売機があるんですよね。その自動販売機に、なんか自動販売機をいつもエレベーター上がらなきゃいけなくて、そのエレベーターが毎回アミタンが買いに、なんかアミタンが買いに行ってあげるよって、私はあの紅茶を買ってきてって言ってアミタンに託したんですよ、お使いを。そしたらアミタンブラックのコーヒー買ってきて、ちょっとそれはちょっと怒りって言った時はありましたね。まあでも言ってくれてありがとうっていう気持ちで全部飲み始めました。ちょっと苦かったんですけど飲みました、頑張ってパシリ刺すの。いや違うんですよ、あのアミタンが自分自ら買いに行きたいとか言って、レイナちゃん買いに行ってあげるとか言って、なので私行ったんですよ。あ、行ったんじゃない、あの託したんですよアミタンに。じゃあアミタンよろしくねって頼んだんですけど、なんかブラックコーヒーを買ってちょっといじめてるのかなって、隣の部屋でも声聞こえます。あ、すいません、私本当に声がでかいのがね、ちょっとダメですね。目めっちゃ目大きいね。え、本当ですか、私もっとでかくなりたいんですよね。もうもっとこうこんな感じ、ちょっと怖いか。今日の配信でめちゃくちゃファンになった、ありがとうございます。あ、いつもブログでコメントくれてますよね。見てますよ、見てます。あやめのルームで声が聞こえてるで、ごめんなさい、すいません。レイナ可愛いねって、ありがとうございます。やだー。ちなみにレイナって伸ばし棒が正解なの？はい、正解です。たまにね、あのね、伸ばさないって思ってる方いると思うんですけど、伸ばすんですよ実はレイナって。レイナちゃんは人見知りしないよね。そうですね、だいたいフレンドリーに話しかけていきます。だからすごいあれなんですよ、第一印象なんか怖いって言われますよく。レイナちゃん可愛いって、ありがとうございます。やった、やっぱ何かんで言って可愛いって言葉本当に嬉しいですよね。船橋って呼ぶの、めっちゃ呼ばれます。今っていうか今まで生きてきて、その感じでめちゃめちゃ言われますね、本当に。レイニが正解なので、はい、レイニが正解ですよ。人見知りですが、お話し会楽しみです。え、まさか、撮ってくれたんですか？人見知りでもね、私はね、全力で楽しめませますよ。楽しませます。休憩生楽しいですか？休憩生楽しいです、本当に楽しいです。もう17人みんな仲良くてね、本当になんかいつも来てレッスン来て、あはやとか言ってとか言ってとか言って、リアルは休憩何人の例なのかな、楽しみって、どういうことだ、何人かの霊なのかな、楽しみ、あ、なるほど、そうなんですかね、あぶね、ちょっとグラグラしてますね、グラグラしてます、すいませんね。霊が多いことについてどう思いますか？いや本当に多いですよね。しかもあのハガレイちゃんとはね、ハガレイちゃんって初めて言ったんですけど、レイポンとは漢字も一緒で、本当にね、運命かなって。レイポン本当に可愛いんですよ、皆さんご存知の通り。ちょ、笑った顔が本当に可愛くて、この八重歯欲しかったな、ほら、やないな。
那覇市も可愛いぞって、ありがとうございます。まあ、ちょっと呼び捨てにちょっと違和感があるんですけど、まあ、そういただきってね、やっぱやってんな。いつかね、めっちゃカラオケ配信したいんですけど、その紐のイヤホンが持ってなくて、ちょっとね、買おうかなって思ってて、もう私オーディションの頃もカラオケしたことがなくてね、本当にカラオケしたいなって思って、よしみやってたじゃないですか、ショールームで。でめっちゃやりたくて、スキーダムシ歌ってたじゃないですか、スキーダムシって、それをちょっとやりたくて、やりたいですね、カラオケ配信しよう。え、そうです、絶対ね、本当に近々絶対やります、絶対やります、待っててくださいね、カラオケ配信しますで、しますで。多分オーディションの時よく見に行ってたような気がしてます。え、本当ですか。オーディションの頃は本当にね、ショールームが楽しくて、私あのすごいスタートが遅くて、やるのがテストと被ってて、土日、土曜日から始まったのかな、あれは。なんか確か土曜日から配信が、オーディションの頃始まって、そこから2週間ぐらいかな、あったのかな、もっとあったか、よくからんやってるんですけど、私月曜日から始めて、え、火曜日か、月曜か、ん、どっちだったっけ。なぎチャンネルもう一回出てほしい、出たいです、ぜひね、私も出たいです、本当に可愛くてね、渋谷渚さんがちょっと近くてちょっとニヤニヤしてしまったんですけど、私渚さんばっかり見てて、ちょっとカメラはあんま本当に見てなくて、いや美しかったなってね、本当に美しくて可愛かったです、本当に。かわいい副長、今日も触覚バッチリ決まってるね。いや最近ちょっと伸びてね、ほんと伸びてきてしまいまして、めちゃくちゃ伸びてるんですよね、やばくないですか、ちょっと本当に伸びてる。いやこの服だとちょっと下ろした方が顔的に合うかな、顔的っていうか、なんか服装的に髪の毛合うかなと思ったんですけど、レッスンだったのでちょっとくくってるんですけど。からしちゃんって前髪と触覚ずっと触ってるイメージある。そうなんです、私本当に髪の毛がすっごい気になってきたなんて仕方ないですよね、基本こうやっていじっちゃいます。そのくせすっごい直したいんですよね、私頑張ります。ここにね、ちょっとセロハンテープ貼って、こうやって貼り付けて、はじめましてとか絶対触らないで、本当に本当にね、マジですぐ触っちゃうんですよね、こうやって髪をシュッつって、ヒュッて。その癖をね、ちょっと頑張って直していこうかなって。やっぱり髪触りすぎると、触りすぎると良くないじゃないですか、やっぱり見てる側の方たちも分かってるんですよ、癖で10代の女子はそんなもんよ。え、そうですか、みんな触ってますか、キューキのみんな。やばい、コメントがこれ揺れんだよね、やばい、揺れてますよね、すごいごめんなさい本当に、ね、揺れてる。揺れてる。キューキの前髪キャラ、え、そうですね、本当にみんなになんかオーディションの時とかセレクションの時とかに、私本当に癖で触っちゃうんですよ、癖で触ったらなんかもう第一印象もう前髪ずっと触ってる子ってみんなに言われました。私今必死で頑張って本当に直してます。はい、今触っちゃった、はい触っちゃった、あ触っちゃった。うーん、触りそうになった。メディアトレーニングとしては触らない方がいいけど、ですよね、私も本当に頑張ります、こう癖を直すのに。やっぱ癖ってなかなか治らないんですよね。蚊に刺されたんですよね、ここ見てください皆さん、こちらちょっと痒くて痒くて、
アイビーと対決決定で、いや、スキアイカさんはもう前髪綺麗すぎないですか。私はもうあれには勝てないです。もうあのこうレッスンとレッスン場とかでよくあるんですよ。もう本当に綺麗で前髪がね動いてないんですよね。船橋の今日の晩御飯は何ですか。ちょっと呼び捨てに違和感があるんですけど、今日の晩御飯は分かんないですね。まだ帰ってみないと。髪になんかついてるぞ。うわ、触れする気、触らせる気いや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 、くる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 。なんかイヤホンずっと探してたんですよ、さっきカラオケやるのかなと思ってふふふ、橋本環奈ちゃんに似てる。いやもう私もう本当ですか。ちょっとちょっとありがとうございます。最大限の褒め言葉ですね、それは。後ろのピンク可愛いですか。可愛いですよねこれマジ顔面タイプでやんす。ありがとうでやんす、ありがとうでやんす。オーディションで辛いカップラーメン食べてて、食べてました。いや幸せでしたねもぐもぐ配信ねしてました。中3組でいつか配信したいです。ぜひね、予定が合えばやろっかな。目鼻は橋本環奈さん味がある、口はザ・レイニャン。どうですか、私は橋本環奈さんですか。なんかね、私横なんかすごいここのこうやった時の横顔がすっごい似てるって言われるんですよね。この この顔どれだ、この方がいいか、この顔似てますか。どうですかえ、似てますか。でも本当にそれ嬉しいんですけど、やば、似てますか。あと私森七菜さんにもすっごい似てるって言われるんですよね。マジでもう似てますって言われます。は、触っちゃった。向こうにセロハンテープ、こうやって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 やろうかなもうすぐ触っちゃう癖があるから。こんばんは、こんばんは。あ、かわいいおじさんの声、もう私やっぱおじさんでみんなに認識されてますよねですよね、本当ですよね、本当に。わあ、1100人の1300人のでも見てくれて、やだ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 こんばんは。マスクしてたらほぼ橋本環奈やって、嬉しいです。目元が似てるんですかね、どうなんですかね。ふなちゃんこんばんは、こんばんは。漢字が違うんですけど、こんばんはです。覚えてください皆さん、漢字が。からしちゃんオーディションの時から好印象だぞ、ありがとうございます。オーディションの時はね、もうショールーム楽しくて毎日のようにやっていたんですよね、本当に何時間も4時間ぐらいもうバットパッパッパーって。なあし57分だぞ、あやべ、ごめんなさい。ちょっとコメント、コメントじゃない、なんでランキングを読ませていただきます。どこ押すんだっけ。え、本当に57分ですか。私ちょっと、ね、時計がいいの持ってなくてないんですよね、時計が。まあ、ちょっと見てみますね、すいませんね、ごめんなさい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 。57分だったのでね、皆さんね、ランキングをね読ませていただきます。13位からオーディションの時と一緒で読んでいこうと思います。ちょっとごめんなさい、動きます。13位が ME2623、
ありがとうございます。12位がソーリーさん、ありがとうございます。11位がこれなんて読むのかな、モンノさん、ブンノさん、モンノさんかブンノさんありがとうございます。10位がノアさん、ノア57さん、ありがとうございます。9位がソソウタさん、ありがとうございます。8位がタツオジさん、ありがとうございます。7位がモエカさん、ありがとうございます。6位がマッキーさん、ありがとうございます。5位がね、ヤフミチチャンネルさん、ありがとうございます。4位がマッサンさん、ありがとうございます。3位がベリマユアカリッコさん、ありがとうございます。2位がちさちゃん、ありがとうございます。1位が野原しんのすけ、しんすけ、野原しんのすけサウスケわかんないありがとうございます、ありがとうございます。本当にありがとうございます皆さん。イエイ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 。そろそろ時間かな、8時かな、もう初めてが楽しかった、ありがとう、ありがとうございます。こちらこそ。じゃあね皆さん、ありがとうございました。あやみもね、もう終わったんで、じゃあね、ありがとうございました。ありがとう、じゃあねみんな、おやすみなさい。おやすみ、よく寝て、よく